得点を個人的にも狙ってたんで、まあ、初トリックできてよかったです。前節も負けてたし、まあ、選手権でも準決勝で当たる可能性があるんで、まあ、ここは絶対に潰しとかないと次やるとき大変なんで、絶対に気持ちでは負けないという気持ちでいきました。プリンス選手権、個人的にも結果残せるように頑張っていきます。